にちは。ハンドメイドアクセサリー作家のあーやです。皆さんお久しぶりです。6月がねちょっとバタバタしてまして、なかなかね動画を上げる回数が少なくなっちゃったんですけど、あっという間に3ヶ月経ちましたってなっちゃいましたね。3ヶ月経ちました動画です、今日は。でこの動画を見る前に、まず2個目の1ヶ月経ちました動画と11個目の2ヶ月経ちました動画、これを見てから、そしてグッドボタンを押してから今この動画を見ることをおすすめします。はい、ということで、もう私はこうネットショップを運営してから3ヶ月経つんですけど、ミンネさんとクリーマさんを同時進行でやってきてるわけなんですけど、前回これがね売り上げがこう偏ってしまったんですよね。ミンネさんばっかり売り上げが上がって、クリーマさんがゼロやったっていうお話をさせてもらったんですけど、6月ね気づいたことで、またそれも別に動画上げてるんですけど、なぜミンネさんに偏ってしまったのかっていう解決する動画をね、これちょっと出してるんですけど、よかったらこちらも見てください。でそのミンネもクリーマもどっちもね、こう平等に見てもらうためにリンクツリーっていうサイトで一つくくりにリンクをまとめて貼り付けた結果、なんかいい感じにねこう両方ともばらけてくれたのか、たまたま、まあこれは偶然だったのかわかんないですけど、なんか面白い6月になったので、また皆さんにちょっとそちらを紹介していきたいなって思っております。さあそれでは、私のショップアデージョって言うんですけど、そのアデージョの作品の紹介を兼ねて、この1ヶ月どんなことがあったのかという、また恒例の流れでちょっとトントントンってやっていきたいと思います。さあ6月1日、こちらはミンネさんでお気に入りということで、アンティークフラワーピアスこちらと、スター輝く大ぶりピアスと、ワイドチャームのお気に入り登録していただきました。そして6月1日になんとおめでとう7回目の注文ですということで、この時に4つご注文いただいたんですけど、はい、スター輝く大ぶりピアスと、ミラー加工の花びらピアス、そして前に動画にも上げさせてもらった雨も滴るシャボン玉ピアス、そしてスクエアチャームの4つご購入いただけました。ありがとうございます。これね6月1日にこうやっていきなりねご注文いただけたっていうことで、よっしゃこの月めっちゃええ感じで始まったねっていう感じでね、すごいテンション上がって嬉しかったのを覚えてます。でその後ね、6月2日、こちらもミンネさんです。おめでとう !8 回目の注文ですということで、スクエアチャームのご注文をいただけました。ね、なんかトントンって来てくれて、で、ちょっと落ち着いて、6月7日ですね。おめでとう9回目の注文ですということで、こちらもミンネさんなんですけど、ワイドチャームのご注文いただけました。ありがとうございます。そして、その次の日6月8日こちらは、お気に入りですね、ラウンドチャームのお気に入りいただいた直後に、おめでとう10回目の注文ですということで、ラウンドチャームこちら2つご購入いただけました。前半トントントンってね、前回の売り上げの個数がこの辺ぐらいでちょうどトントンになったのかな。だから6月すごい前半頑張ってると思って、すごくねなんか嬉しかったですね。で6月1日ちょっと経ってから、次クリーマさんですね。クリーマさんでネオンチャームこちら2つご購入いただけました。久しぶりのクリーマさんから注文いただけて、これもしかしたらリンクツリーが効いてるのかななんて思ったりもしながら嬉しかったですね。で次6月18日こちらミンネさんです。つぶつぶピアスのお気に入り登録ということで、ありがとうございます。お気に入り登録、初めてのお気に入り登録で、6月19日クリアのアルファベットチャーム、こちら4つ、こちらもねクリーマさんからご注文いただけました。ありがとうございます。でその次の日ですね、続きましてその次の日6月20日にまたクリアチャームですかね、
こちらはミンネさんで2つご購入いただけました。こちらはねちょっとなんか11個目の注文ですかなんかわかんないですけど、パってアプリ開けた時にプチプチってなんか触ってたんでね消しちゃったから、その11回目のご注文が飛んじゃったのかもしれないんですけど、ないんですよね、しょうがない、消えちゃった。はい、ということで次6月22日ネオンチャームのお気に入りが入りました。でこの時にラウンドチャームですか、これが10個目のお気に入りがついたということで、初めてあのアデージョの中でお気に入りが10になったので、あ、結構このねラウンドチャームすごく人気があって、皆さんたくさん見ていただけてありがとうっていう感じで嬉しかったですね。10個のお気に入りがつきました、ラウンドチャームです。そして6月24日こちらはミンネさんでクリアピアスがお気に入り登録されました。そしてなんとまたクリーマさんからのご注文があったんですね。これラウンドチャーム、これがねまたびっくりするぐらいの大量注文が来て、21個のご注文が入ったんですね。ちょっとびっくりして、ってもうこれね多分夜中の2時か3時ぐらいに注文入ってるんで、もう私爆睡してるじゃないですか。そしてもう朝起きて、まあとりあえずねあのアラーム鳴るんでスマホを見て、あまたなんかアプリついてるわと思ったら、ってもう目がもうすぐ覚めましたね。21個のご注文です、ありがとうございます。はい、そして6月26日、こちらつぶつぶピアスのお気に入り登録していただきました。ということで一通りねこの1ヶ月こんな感じで、あの初めてのお気に入り登録がたくさんまた押していただけたということと、10個目のお気に入りありましたっていうことで、あの前回前々回と1ヶ月2ヶ月の時と比べて、やっぱりねこう見てもらうビューっていうんですか、ビューが1ヶ月目の時に多分50もいかなかったんですよ。48とかマックスやったかな、62とかいったんかな、なんかそんな感じで2ヶ月目がやっと100台に乗って100なんぼとかやってなってたんですけど、今月この3ヶ月目にやっと200を超えるビューをねいただけて、やっぱりちょっとずつこう皆さん見ていただく数がやっぱり増えてるなっていうのを感じました。でもしこれが例えばストアーズとかベースとか自分で多分サイトをやってた場合、そんなに見てくれるかって言ったらね、もしかしたらやっぱりミンネさんとクリーマさんに登録してるから、この流れとか関連とかで私のあのアイテムとかも出てきてくれるんかなっていうので、やっぱりねあのそうやって登録させていただけるありがたさっていうのはね、もうひしひしと感じた3ヶ月目でございました。で何よりちょっと気づいたことが、まあ、気づいたばっかりなんですけど、気づいたこの1ヶ月終わってから、私ねアクセサリーショップやってるじゃないですか。こうやってピアスつけて、まあ、これが一番今お気に入りなんです。ずっとこのピアスよくね動画でもつけてるんですけど、ピアス売ってるんですけど、なぜかねあのチャームですか、アルファベットチャームだとかあの名前入りのチャームがもうほとんどチャームばっかりなんですよね、売り上げが。ピアスは何個なんでしょう、多分今月ピアス3つぐらいしか売れてないんですけど、もうほぼほぼアルファベットチャームやらラウンドチャーム、一番人気がこのラウンドチャームなんですよ。お気に入りもねやっぱ10個ついたっていうこともあって、チャーム屋さんまあでもね、まあちょっと頑張ってね、チャーム以外にもピアスもちょっと売りたいなと思って、またちょっと頑張っていきたいなって思っております。そんなこんなでたくさんのお気に入り登録とご注文いただけたということなんですけど、次はフォロワー数をまた見ていきましょうということで、前回とねまた比較していきましょう。前回ミンネさんのねフォロワー数が
7だったんかな、7名のフォロワー数がいてたんですけど、さあ今月見てみましょう。ドン、今月は、はい、13まで増えてるということはプラス6人増えたということで、やっぱりねどんどんやっぱこう上がっていくんだなって思いましたね。やればやるほど増える、ありがたい、はい、ということで、クリーマさんもね前回4フォロワー数が4だったのが8に増えててプラス4ですね、倍増えてます。やっぱりこれはリンクツリーのおかげなんかななんて思っちゃいますよね。偶然かもしれませんが、ということでこちらも引き続き右肩上がりでございまして、次ね注文とあと売れた個数そして合計、これをね折れ線グラフでちょっと表してみたんですね。ちょっと見てください。まずミンネさんがピンク色、クリーマさんがブルーでちょっと線があるんですけど、4月5月と見ていただいたら、まずね、まあ前回のね比べるとやっぱりねこう上がってくれてるんですね。でミンネさんね5回の注文があったんですけど、売れたのはその中10個なんですね。5回の注文で合計10個の商品が売れておりまして、クリーマさんは3回の注文で27個の商品が売れてるんですよ。で今これそれぞれの売れた個数の折れ線グラフなんですけど、まあ、前回に、クリーマさんが0やったんですけどね、今回27個でグーンと上がってくれて、でミンネさんはねこういい感じにだんだんこう右肩上がりっていう感じで落ち着いてやっていけてる次第でございまして、これをね例えば合計してミンネさんとクリーマさんの合計のグラフも作ってみたんです。見てください。さあこれも4月の合計、5月の合計、6月の合計ということで、順調にね一応右肩上がりとはなってるんですけど、このね6月が上がりすぎて次7月が怖いですよね。カクンってちょっとなりそうで、6月の大量注文がちょっとねグーンといったので、ちょっと7月またねどうなるかわかんないんですけど、なんかいい感じに今月もちょっと乗り越えれたかなっていう感じでした。前回ねインスタとかツイッターとか遊びに来てください、コメントメッセージしてくださいって言って遊びにね来ていただいた方が何名かいらっしゃって、 YouTube 見ましたよってこうねメッセージをいただいてね、そこでね交流できてすごいね楽しくて嬉しくて、でなんか私もハンドメイドやってますとか、なんかね皆さんのいろんなことを聞けたり、でまたフォローお互いし合って、あなんかすごいみんな頑張ってるんだなとか、あこういう動画撮ってるんだとか、写真の撮り方上手やなとか思ったり、なんかねまたいろいろな皆さんの出来事を見れてね、すごく勉強にもなりますし、またね私も頑張ろうってまたね思う気持ちになれたのでね、またこうやって皆さんと交流しながらこう相乗効果ですか、こうお互い上げていって楽しくね作家活動できたらいいなって思いました。あとはそうですね、価格設定もやっぱり今月6月見直して、もうめんどくさいことなんですけど、やっぱりね自分の中でちょっとうーんって思うことがあったらね、もう迷わずね見直して、もう気持ちをすっきりフリーにするのがいいなと思って、まあ、今回見直してちょっと正解かなって思いましたね。やっぱりねこうモヤモヤがないっていう状態がね一番ベストでねやっていきたいなって思いますよね。7月にやりたいこと、これがねちょっとね私の中で今回この6月でギフトラッピングっていうのが結構ねあったんです。ギフトラッピングしてくださいっていうのがね、でそれはそれで全然いいんですけど、普通のご注文をいただいた時にショップカードを入れるじゃないですか。その時にご購入ありがとうございますとか、使った感じをレビューにてお聞かせくださいとか書いてるんですよ。これを
ギフトラッピングの中に入れてご購入ありがとうございますなんてカードが届いたらちょっと違うじゃないですか。だからギフトラッピング用のショップカードっていうのをちょっと7月に作りたいなって思ったんですね。作ってますか皆さん。私ちょっとそういうところ頭抜けてたんで、いざギフトラッピング入った時に入れれない、これどこの店のやつとか、もし気になってくれた時にね、URL とか書いてたり、その QR コードとかあったら見てみたいなって思う、そのチャンスを逃してしまったって今回思ったんですよ。特にその21個の大量注文ですか、それ全部ギフトラッピングなんですけど、もうこれでもう逃してしまったじゃないですか。もったいない。これをちょっとね、7月はもうちゃんとそのギフトでも対応できるショップカードをちゃんと作って、でお客様にね、見てもらえる、またその回数チャンスを逃さないようにやっていきたいな、って思います。7月でまた作ったよっていうのをまたご紹介できたらいいなって思ってるので、また待っといてください。はい、はい、そんな感じで3ヶ月経ちました。動画をこれにて終了したいと思うんですけれども、やっぱり SNS ですかを使ってその宣伝すると、そのミンネさんとかクリーマさんのビューがやっぱ増えるんですよね。やっぱちょっとね、6月にちょっと忙しかったりとかして、投稿とかがね、あっち1日1投稿するぞとか言ってたんですけど、なかなかちょっとそれができなかったりとかしてたら、やっぱりビューも下がってくるので、投稿してなんぼっていうことも分かったので、時間があれば1日1投稿頑張ってやっていきたいなって思ってます。はい、ということでこの動画は委託販売からネット販売にシフトチェンジしてからの活動内容をお届けするという動画になっております。ちょっとでも興味のある方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。